ああ、映画ってのはこの視覚の中が映画なんだと。映画ってのは不幸な人ね、不幸な人というか、はい、幸せや幸運を捨てていく人の人間らしさ、悲しさ、美しさっていうのが描くのが映画じゃないかと。ある作品を辞退する、口実に実はそういうことを喋ったんですけども、帰り見て、ああ本音だったなって。僕は映画界に入ったばかりの時、辞めようと思った時にね、はい、引き止めてくれたっていうか、井劇美代治さんという監督と宮島義勇さんというキャメラマンの作品について、撮影所に入って2年目の僕が演出部としてサードだったんですけども、大勢出るショットの時にはテストをね、その僕に覗かせてくれたんですよ、その宮島さんというキャメラマンが。それで、ああ映画ってのはこの視覚の中が映画なんだと、ということが非常に強烈に分かりまして、それに惹かれて残った、結果的には残った原因だったかなと思うんですけどね。というのは結局演技している自分を顧みた時に、やっぱしその不器用な男でしかないなってことを自覚したんだろうと思うんですよね。そしたらどうしたらそのレンズの前に立てるかって考えた時に、自分が登場人物と同じところで、登場人物と同じ行為をする、そういうところになることでしかレンズの前には立てないなっていうのが高倉さんの俳優としての特別なとこであったし、それがまあいろんな役はやってましたけども、どんな役をやってもその人物の中に、高倉健がいると、高倉健の中に人物がいるんじゃなくて、人物の中に高倉健がいるというところに、高倉さんのなんていうのかな、俳優としての特色があったんじゃないかなと思います。木村大作さんとは打ち合わせということをやったことがない、はい、最初に出会った駅の時も、僕が東映で仕事をしたもんですから、京都まで、北海道のロケハンした写真をね、届けに来てくれて、京都のホテルのベッドの上にその写真をざっと並べていろいろ説明してくれました。
それと倉本が書いた脚本の表紙は「駅舎」って題だったんですけどね、こんな古臭い字の映画だとね、お客が来ないと、宣伝マンの人が、駅ステーションと、これにしたら、大衆が2億は違うと、生々しい。と大ちゃん言われて、その時来てて、で、2億違うんだったらえらい違うじゃないか、で、じゃあもうそっちの方がいいやって。で、蔵元には俺から話すから、もうエキステーションにしようなんてね、言ったことがあるぐらいで、僕ずっと撮影、京都東映で撮影してて、駅はクランクインする日の前の晩に京都から札幌へ入って、次の日スタッフに初めて会って、よろしくお願いします。本当ですだからその間全部その大ちゃんがいろいろしてくれて、それ以来、打ち合わせっていうのをしたことないですね。お客さんがいる限り大丈夫だと思いますし、お客さんは結構ね、アニメが多いとはいえ、映画館へ足を運んでくださる方も多いし、劇映画、記録映画、両方含めて、まだまだずっと続いていてるんじゃないかなという気がしますけど。やっぱりこれからも映画は撮られる。まだ廃業宣言はしてません。